本当に悔しい。例えばもうたったそのたった一日でもそんなことをしでかすようなことができてしまうんですよ。政権を持っているととんでもないことなんですよ、これは。ですからもう本当にもう、でも僕が例えばですよ、多くの国民の方が知らないようなことがいっぱいあると思いますけども、例えば今の法律もね、大きく今回変えられようとしてるんですよ。でね、僕はあんまり法社会学とか法律哲学とか勉強してますけど、法律学そのものっていうのは私は通り一遍のことしか存じ上げないんですけども、例えば民法が大きく改定させられようと今してるんですって。でね、民法が変えられるともうね、どういうふうに変えられるかっていうと、もう僕も詳しくは存じ上げないんですが、要するにですね、その民法改正になった経緯というものは TPP と同じような論理で、これからグローバルスタンダードの時代であると。で、日本は日本固有のなんか変な歴史があって、なんか日本文化に合うような民法の体制になっているから、これがですね、諸外国とか合わんと、だからこうちょっといろいろとこの外国と貿易をやったり、こう交易をやったりのがしづらくなっていると、だからグローバルスタンダードに合わせて民法を変えようじゃないかとかっていう議論が粛々と進められているらしいです。で、それが今のところどこまでいったかわからないですけれども、政権を持つというのはですね、そんな風に好き勝手に何もかもできるというわけではないですけども、かなり好き勝手なことができてしまうんですよ。だからそういうことを官僚である中野武史君も学者である藤井聡も理解してるからこそ、新宿2丁目で8月30日の翌日かなんかに歩きながら、これでも日本むちゃむちゃされるだろうなということを確信した次第でございます。したがってようやく、遅すぎるとは僕は思いますけれども、遅すぎるとは思いますけれども、ようやくこの度解散をしてですね、もう一度どの政党に政権担当能力があるのか、これを軸にきちんとした選挙をやり直すべきだということを、この3年間と少しずっと毎日毎日思ってきたわけであります。したがって今回の総選挙は、どの政権が日本の国家を守り、日本という国をより豊かにし、いろいろな危機、これから大地震の危機、デフレという危機、それから EU の危機とか、あるいは中国とか韓国の経済クラッシュという危機、いろんな危機が日本の周りにあります。あるいはさらには尖閣に象徴される軍事的な危機、いろんな危機が日本という国は直面してるんですけど、この危機に対してどういうふうに対応できる力があるのかと、そういう、それを政権担当能力というんですよ。政権担当能力の高さを軸に、きちんとした選挙を我々日本国民の力でやらなければなりません。100歩、1万歩、1兆歩譲ってですね、前回の総選挙はまさか日本というのがちょこっとなんかへんちくりんなやつに政権持たしても、なんか根底から潰れるようなことないやろうと思ってはったんでしょう、日本人が。僕はもう絶対そんなことはないというのはもう初めから分かっていたわけでありますけども、まあ大丈夫やろうと思ってはったんでしょう、これまで日本人は。ところがもうこの3年間で、今の民主党の政権のこの支持率の低さなんかを見ると、さすがにもうこのセリフは僕言うの嫌なんですけども、さすがに日本国民でも分かったんじゃないかと、ある程度はしかないかもしれませんけれども、この3年間で日本国民がどれだけ学習をしたのかをもう一度問われる機会が、ようやくこの1年この1月後にやってきたんだろうというふうに思います。さて、どうなんでしょうか。今テレビをひねりますと、維新の会が毎日手を変え品を変え、減税日本を弾くやら弾かへんやら、渡辺芳美と政策協調するけれども選挙連携はどうやとかするとかせえへんとか、大阪万博にできたような名前の太陽の塔がなくなるとかなくなんやとか、私の敬愛する平沼先生たちがね、今どうしてはるのか僕は本当にもう心配で心配で仕方がないんですけれども、
もうなんかそんなことばっかり言って、で野田さんの最後の解散の時はかっこよかったとか、あんたなんやとか、かっこよないがないでも なんやねんあの話みたいな、じゃむちゃなんであのタイミングであの訂正あの定員の話言うてんねん自分みたいな、あれ僕が首相で安倍さんの立場やったらは自分何言うてはんのぐらいはもう一回言うてぐらい、みたいな、日本語喋ってぐらい言うたらなあかんような、もうむちゃむちゃ安倍先生本当に真面目な方なんで、いやそれはここで二人で決めれるような話じゃないじゃないですかと、非常にもう極めて真っ当な反応をされたんですけど、あの定数是正のこれ1年間ずっと何て言うんですか、いろんな人がいろんな立場でいろんな議論して全然結論が出てない話なんですよ。それはなんで今ここで自分とあんた超破壊みたいな顔してあんたと僕がなんで決めなあかんのさって、もう極めて真っ当なことを安倍先生おっしゃったわけでありますけれども、一般の国民はわからないですからね、なんか安倍さんなんかややこしいことを言うてはったけど、なんか野田さんの方がこうなんかキリッとしてたな、キリッとしてるん違うねあれはもうみたいな、もうね、まあそれなんか知識がないとそういうふうに見えてしまうんでしょうけど、まあそんな感じでですね、もう相変わらず政権担当能力の話はもう蚊帳の外で、なんかもう政局のなんかこうなんていうんですかドラマが、をなんか面白いとか面白ないとかっていう、もう劇場型民主主義っていうんですか、何もあるかお前みたいな話ですよ、何か劇場型自分がプレイヤーなんやと、なんで観客なんやという話ですよ、もうふざけるなですよ、自分もその舞台の中におるわけで、コロッセウムの中におってライオンかなんかと戦わなあかん立場に国民全員が入ってるんですよ。民主主義というものは恐ろしいものなんですよ、国民あの投票権を持ってる民主主義というのは。だって我々投票権も持ってるし、実は非選挙権すら持ってるんですよ。この非選挙権をみんな我々こう放棄してるんですからね。これでだから放棄した瞬間にこっちやと違うって、それでもコロッセウムのあの舞台の中にいるわけで我々観客なんてはないんですよ。何が劇場型民主主義だこの野郎みたいな話ですよ。劇場型民主主義って言うから、だってその劇場型民主主義って舞台の上で何が起こっても自分の観客には関係ないじゃないですか。この感覚があるから政権担当能力はないと民主党に言いながら民主党を選んだりとかできるわけですよ。ふざけるなですよ本当に。劇場へと違う言うてんねんもうみたいな、自分が乗ってる車のあるいは自分が乗ってる飛行機のパイロットを選んでるんやっちゅうことですよ。どんな立派な飛行機でもですよ、もうどんな素晴らしいなんとか装置があってもですよ、パイロットピョッと変えてなんかもうなんか幼稚園児がなんかやったらもう7分後に墜落してますよみたいな話ですよ。そんなものアホですね。もうパイロット型コクピット型民主主義と言っていただきたいですね。パイロット型民主主義も劇場型民主主義という言葉が何かを間違えさせておるんですよね。したがって残念ながら今回の総選挙においても全く楽観できない状況にマスメディアを中心とした世論というものは置かれているというのは間違いないところではあります。しかしながら今回の総選挙では例えば自由民主党の安倍総裁が今おっしゃっている政策は何かというとですね、デフレを脱却しましょうと、そのためには消費税の増税というものは控えておきましょうと、で増税というものはデフレが脱却したからです、してからですよということを言い、それから正義なき関税を撤廃するような TPP はやめましょうと、それは日本の国柄を守るためですと、そしてデフレを脱却するためには金融政策と財政政策をきちんとアコードで組み合わせながら徹底的に政府の役割を重視しながらいろんな投資を公共の投資を進めていきましょうと、未来の日本のために公共の投資を進めていきましょうと、そしてとりわけ必要な公共の投資というものは巨大地震というものに今日本はその危機にさらされているわけですから、それに対して日本国家が強靭になるように強くしなかになるようないろんな防災減災対策をやっていきましょうと、地方の都市というものはもう疲弊がもう目を覆うばかりの状況にあると、これを助けるためのいろんな対策を地方に対して投資をやっていきましょうと、そういう投資をやるということが地方の分散化を果たして、それがさらにまた首都圏とか太平洋ベルトの巨大地震の
被害を軽減させ、日本国家全体の強靭性を高めるということになると、ね、太平洋ベルトばっかりに人が住んでて、そこバーンと地震でやられてしまったら、日本潰れてしまいますけども、ちゃんとこう地方に分散化しておけば、分散化しておけば、仮に東京、大阪、名古屋が激甚な被害を受けたとしても、日本国家全体としては、それなりにまた次の日を迎えることができるじゃないかと、そういう意味で地方の経済を活性化するということも大事じゃないかと。こういう施策を例えば自由民主党の安倍総裁は主張されておられます。そして堂々とこういう施策を訴えながら自民党の総裁選挙も戦われ、そして勝ち抜かれたわけであります。そしてその延長で総選挙も戦おうとされています。この自由民主党の態度というのは、本当に私は一学者として今申し上げたような施策をやるべきなということを、この3年間ずっと学者として政界全体に、民主党も含めてでありますけれども、政界全体にこういうことをやるべきだと、当然ながらその前に震災復興をいち早くやるべきだということでありますけど、そういうことをやるべきだと訴え続けてきた私としては感無量の気持ちがございます。なぜ感無量の気持ちがあるのかというと、財政政策を徹底的にやるということがどれだけ国民世論に抗うことなのか。なぜならば3年前の民主党総選挙、民主党が政権を奪取したあの総選挙の時には、コンクリートから人へ、公共事業をどん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 削っていきますと民主党は言っていた。これはなぜかというと、人へにそう言うと票がたくさん入るであろうという見込みが明白だったからであります。逆に言うと、人からコンクリートへなんていうことを言っちゃうと票が離れていくのは、これはもう十分考えられるところなのであります。したがってインフラをきちんと未来に投資をしていくんですと、こう訴えることが、あまり多くの経済理論を知らない一般の日本の国民の方、テレビを見ていてあまりこうインターネットとか本を読んだりとかで十分何も知らない方々におかれては、また昔の古い土建屋体質に戻んのとこう印象を与えることは明白なんです。実際野田さんは解散を明言したその日に、自民党はまた昔のばらまきで強靭化といってやろうとしているということを徹底的に批判をしているわけであります。例えば大阪の日本の維新の会の橋本さんも、どっちで読むのか僕はあんまり知らない人なんで、橋本さんもですね、国土強靭化、それは僕と考え方逆だなと言っているわけであります。国土強靭化みたいなことを言って票が増えるなんてことは、普通の世論の感覚だったらありえないわけであります。しかしながら、日本国民を救うためには絶対に財政政策をやって、未来のインフラをきちんと作って、で強靭化をしていかないと日本国民が救われないんですよ。多くの政治家の方々はそれが怖い、そういうことを言って人気が離れるのが怖い、党を挙げてそんなん言っても惨敗してしもたらどうしようということが怖くて怖くて仕方がないはずなんです。要するに世論という巨大な化け物としたらですよ、この化け物にこう、なんて言いますか、クラーケンみたいな、クラーケンでもわからないですかね、なんかこう魔物がおるわけで、こうなんかこうクラーケンのような魔物、あ、ヤマタノオロチですよ、日本で言うとね、ヤマタノオロチがいて、そいつこうわーっとこう思っててですよ、それにこう戦おうとするようなもんですよ。強靭化をやるんだというのはですよ、だって世論は絶対にですね、公共事業やめときよって、しかもその裏にもですよ、公共事業をやめさせようとして喜んでいろんな勢力が後ろにいっぱいいるわけですよね、特定の省庁、近郊の財政緊縮財政をやりたい省庁なんていうのは、公共事業の拡大なんていうのめっちゃ嫌なわけですよ。あるいは日本の経済発展が嫌だと思う外国の方にしてみたら、日本が公共事業をやって成長してしまうことは嫌なんですよ。だからそういう方、外国の方とか、いろんな国の外国の方々とか、日本の国の中にいる特定の省庁の方とかが、そういうこのタルタロスか、なんかもうクラーケンか、なんか分かりません、そういうオロチか、なんか分かりません、そういう世論という化け物の後ろでこう操っとるわけですよ。こうなんかこううまいことを誘導しとるわけですよ。でそれと戦おうとするのは、これはね、すさまじくプレッシャーのあることですよ。もうすさまじい戦いですよ。
スサノオノミコトですよ、文字通り。それはあの物語の通りですよ。でそれで一方ですよ、渡辺芳美とかですよ、あるいは橋なんとかさんとかですよ、言い間違えないように橋なんとかさんって言いましたけれども、あの橋本という方はですよ、そのタルタロスからクラーケンの上にグエー乗っかってこう、って、安倍さんつぶすとかしとるわけですよ。おいで野田さん乗ろうと思ったけど、なんか運動神経だから落ちたとかなっとるわけですよ。やっぱりちょっともうちょっとスリムになっとかなあかんかったっていう話ですよ。なんか落ちてしまったみたいな、民主党はこう最初乗っとったんですけど、なんか振り落とされてしまったわけですよ。世論というとんでもない化け物の上に上手に今こう橋本さんとか乗ってるわけで、ところが橋本さんはもうあんだけ何も恐れ知らずかもしれませんけど、何を恐れてるかというと、この世論を一番恐れてるわけですよ。世論が僕から離れていったら、わしなんて単なる張り子の虎やないか、おいお離れてったらどうしようってビク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 してあるんですよ。それからちょろっとなんかあるでツイッターで毎日2時間ずつで5日間連続でこうやったりとか、こうやってしゃあないんですよ。もうなんか自分が嘘つきと泥、何やったかな、忘れましたけど、なんかこう弁護士と政治が嘘つきの始まりなのとかっていうのをこれ世論にバレてしまうと、これメディアなんかに毎日流されたら絶対これ落ちますからね、あの人ね。だからそれをこうなんかちょろっと言うてしまってギャーッと叩いたりとかしてはるわけですよ。だからもうあのツイッターのあの爆発っぷり、僕心理学者だからよう分かるんです。あれはね、爆発っていうんですよ。なんて言いますか、安定してる精神の方はね、ああいう爆発的反応っていうのはないんですよ。だからこう、まあ言ってみたら猫の尻尾を踏んだらギャーギャーならはるんですよ。それがもうツイッターですよ。もう大阪市長やろあんたみたいな、大阪市民だめ働きやあんたみたいな話なんですけど、もうギャーなんてあるんですよ。だからもう彼はもう毎日毎日めちゃめちゃビビってるんですよ、そのヤマタノオロチに、ヤマタノオロチにこれタルタロスに、いやすんね、もうなんかどうたらこうたらって言えてるの、単に虎の胃を、クラーケンの意を借る橋本なわけですよ、これ明確に。これでだから渡辺芳美という方はみんなの党、みんなと、これクラーケンってことですからね、クラーケンの党ですよ、ね、もうバケモンの党って言ってあるわけですよ。これちなみにこのバケモンという比喩はですよ、これ僕が言ってる比喩じゃなくて、ソクラテスが言ってる比喩なんてご存知ですか。人間というものは、っていうか国家というものは3種類の人間がいると、国家というものを1つの丸で書こうと、そうするとほとんどが化け物であると、ね、これはもうクラーケン、タルタロス、ね、そういう化け物だと。その真ん中にちょっと小さい円があって、このちょっと小さい円が何かっていうと、これが人間であると、これ理性であると、鉄人であると、理性であると、ほとんどこれが欲望を意味してるんですね。化け物とは欲望の意味をしてるわけですよ。で真ん中にちょっと理性っていうのがあって、これがまあ政治家ですよ、リアルな政治家ですよ。哲学者と政治家と、まあ、ソクラテスの場合イコールなんですけど、その周りに何がいるかというとライオンなんですよ。ライオン、これ危害ですよ。この崇高なるものを、理性を守るための危害が、こう兵隊が、ライオンがこういると。で、あとはもうほとんども化け物だと。これが、国家というものであるということは、これソクラテスが2500年前に言っていて、これは人間の精神もこういう形をしているんだと。だからこそ理性に基づいてこの化け物をこう操らないといけないんだと。でだからいろんな神話っていうのは、化け物でっかい、まあ、クラーケンにしてもタルタロスにしてもオロチにしてもですね、英雄が戦うじゃないですか。それをですね、英雄っていうのはこの理性であったりとか、その気概であったりとかするもの、理性と気概が一体化したものがですね、この化け物と戦って、それでその化け物をやっつけることで国というものが出来上がったり、人格というものが出来上がったり、社会の秩序が守られるんだと。これはソクラテスも言ってるし、全ての神話に共通する、まあ、なんて言いますか、共通物語なんですよ。これ昔から言われてるんですよ。で、その化け物そのものが、化け物そのものが橋本さんであってですね、ちょっとここでこう考えてから言いましたけど、橋本さんであってですね、渡辺芳美であるわけなんですよ。これは政治哲学者としての一面からの私の発言であります。私はそういうふうに明確に解釈できるというふうに申し上げておきたいと思います。で、それをさらに増幅させているのがマスメディアというものであって、それを裏で操っているいろいろななんとか賞、ね、ABCDXYZ賞ですよ。そういう賞があったりとかですね、おいとか外国でこう日本を財布に使いたいなと思ってらっしゃる外国の方とかで、この欲望を使ってなんか視聴率上げたいと思ってらっしゃるマスメディアのこと、まあこれは商売でやってはるわけでありますけど、そういう構造があるわけですよ。ですからこれはスサノオノミコトとか、
まあ、あるいはタイタンの戦いとかですね、あのペルセウスとかとかですね、それとスサノオノミコトとかペルセウスとかっていう物語と全く同じ構造が今回の総選挙でも明確にあるんですよ。まあちょっとかっこよく言い過ぎではありますけれども、かっこよく言い過ぎではありますけど、基本構造としてはそういう構造があるんですよ。世論からは絶対人気のない国土強靭化、しかしながら世論を救うためには必要な国土強靭化、デフレ脱却のためにも巨大地震対策のためにも必要な国土強靭化対策、デフレ脱却対策、あの積極財政対策、そういうものをやろうと。これで橋本さんとか渡辺さんとかで、残念ながら太陽の党の石原さんとか、そういう方と戦うという構造が明確にはっきりしたわけであります。逆に言うと、もうこれもすっきりしたなと。大げさに申し上げるならば、この国を公国と呼ぶならば、その公国が栄えるのか滅びるのか、それをまあ公廃と呼ぶとするとですね、この公国の公廃はこの総選挙の一線にあると言っても決して過言ではないと私は本当に思っております。ここで負ければもう、ここで勝ったら修復するのに50年で効くかもしれませんけれどもまあまあなんとか30年ぐらいで修復ができればと思いますけど、まあ望む楽は 4,5 年で修復できればと思いますけれども、ここで負ければもう二度と復活できないような国になることは明白であります。今回負ける相手は過日の前回の総選挙の敵であったところの民主党さんという、そのタルタロスオロチさんよりももっとえぐい道頓堀のヘドロさんのような、こうえっくいえっくいものに、こう顔なしの顔がペターンと貼り付けた、こうあの顔なしですよ、もうね、あのいつもよく言いますけれども、千と千尋の神隠しのね、こう顔なしですよ、あれも、うわ、それと戦って敗れたら、もうそれがもう一気にあの道頓堀のヘドロが国家の中心に、この今先ほど申し上げたソクラテスの政治哲学的な構図で言うのならば、この理性の中心に完全に流入するんですよ。もう回復不可能になるでしょうね、本当に。もう僕でも中野さんと同じ発言しますよ、もう無理ですよ誰々さんって今度はもう僕が中野さんの立場になって、こんなもんこんなん買ったら50年でもな立ち直れるはずないやないですかぐらい、僕でもそういうふうな状況になるでしょうね。ですからもちろんね、あの一応あの京都大学の教員という立場で申し上げるとするならば、なんとかさん、橋なんとかさんにしても、渡辺なんとかさんにしてもですね、野田さんにしてもですね、これからも決定的に国土強靭化ですって言い出すんやったら、あ、応援しますよと、それでも日本を守りますって言って、もうずっと話して、あ、お前ほんまに詐欺師じゃなくてほんまにそれ言ってんのみたいな話になったら、まあその方は応援しますけどね。だからどの党って言ってることを言ってるわけではないですけども、日本国家を守って日本国家の繁栄を祈念する本当の日本の国民の党であるならば、どうだっていいわけでありますけども、そういう党と党、そうではない、とんでもないもうヘドロみたいなところとの戦いがあったら、そのヘドロに対して我々日本国民は絶対に勝たないといけないということなんですよ。ぜひですね、栃木県もそうであります。今日はあの関東の方もたくさん来られていると伺ってますが、それぞれの県、都道府県の中でですね、そして例えば動画を見られている方だったら、それぞれのお立場でもうほんまにこれマジでもう自分ができる許される公務員の方も、自分が許されているギリギリのこの範囲のところの活動、大阪市だったらすぐ捕まるかもしれませんけどね、これが監視してるでしょうか、それは分かりませんけれども、もうギリギリのところをもう最大限のことをやらないと、皆さんの職自体がなくなりますよ、本当に。そしてあろうことがこの国自体がなくなりますよ。でも外国人参政権になってしもたら、これで外国人参政権にして、で地方分権化してしもたら、それは対馬とか外国の国になるということが明白なわけでありますから、そうやってもこの国自体がなくなるわけですよ。そんなことにほんまになりますよということをですね、なるんだという危機感をですね、決定的に持ってですね、あの3年前の過ちは二度と繰り返しませんと、まあ、あの左翼がよく使う言葉ですよ、過ちは二度と繰り返しませんというのを、我々がもう一度で、日本国民がもう一度あの3年前の反省を踏まえながら、二度と過ちは繰り返しませんと、それはきちんと心ある日本国民においてはこういうことだと思います。
二度とあの時私はちゃんと反対してたもんじゃなくて、そういうわけのわからんやつを止めることができなかったという過ちを我々はやったんですよ。止めることができなかった、もうこれはもうこれも結果責任ですよ。道義的責任とかじゃなくて結果責任を取りましょう。日本国民は政治において一番大事なのは結果責任なんですよ。で、結果責任と道義的責任をイクウェイトしていきましょう。共通化していきましょう。結果責任も道義的責任もどっちも一緒にやるような、そんなそれぐらいの責任感を持って劇場型民主主義じゃなくてコロッセウム内側的民主主義をですね徹底的にやっていくんだということをですね、改めて解散の翌日のこの今日は11月17日の講演会でお話をさせていただいてですね、ぜひ日本国民全員にそういうことを申し上げた上で頑張って参りましょうということを申し上げたいと思います。以上でございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張りましょう。頑張りましょう。